2022年9月20日のイギリス国防省によるウクライナ戦況報告において、セバストポリ軍港を活動拠点としているロシア海軍黒海艦隊の潜水艦数隻を、クラスノダール軍港に退却させたことが判明したとの分析結果が示されたよ。セバストポリ軍港は、クリミア半島にある軍港だな。そして、クラスノダール軍港は、ロシア本土の黒海沿岸にある軍港だぜ。クリミア半島は2014年にロシアが一方的に併合したところだよね。あの頃からロシアのやり方は変わらないね。そうだね。さて今回は、ロシア海軍黒海艦隊の潜水艦がクリミア半島からロシア本土に退却したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリス国防省によると、移動した潜水艦は黒海艦隊に配備されているキロ級通常動力型潜水艦とみられ、8月以降にクリミア半島において、航空基地や弾薬庫などのロシア軍施設が爆破されていることに関して、ウクライナ軍における長距離砲やミサイルによる攻撃能力の向上が見られると、ロシア軍が判断した可能性が高いと指摘されているんだって。さて、ノボロシースクは人口26万人ほどのロシア連邦南部の都市で、クラスノダール地方にある黒海沿岸の主要港で、黒海艦隊の基地としては1838年から利用されていたんだけど、旧ソ連時代の黒海艦隊の最大の母港はクリミア半島先端のセバストポリにあったものが、旧ソ連崩壊とともにセバストポリはウクライナ領となり、当初ロシアはウクライナにセバストポリ港の使用料を払っていたんだ。そのため2007年以降、黒海艦隊の新しい母港とすべく拡大建設が進められていたんだけど、2014年にロシアがクリミアを併合したことによってセバストポリが実質ロシア領となったために、新母港建設は中断されているとも伝えられていたよ。ロシア黒海艦隊は黒海艦隊に、巡航ミサイルが発射可能な海キロ級 636.6 型通常動力型潜水艦を6隻配備しており、黒海上からウクライナ本土に巡航ミサイル攻撃を受けていただけでなく、黒海を航行するウクライナ軍艦艇や貨物船にとって大きな脅威となっていたようだな。ロシア海軍のキロ級通常動力型潜水艦は、中国やインドなど海外に輸出もされているベストセラー潜水艦なんだけど、その中で海キロ級と呼ばれるタイプのうち、巡航ミサイルカリブルを魚雷発射管から水中発射可能なタイプは 636.6 型と呼ばれているよ。ちなみに、この 636.6 型の海キロ級通常動力潜水艦はロシア海軍の太平洋艦隊にも配属されていて、日本周辺でも数ヶ月前に巡航ミサイルの発射訓練が実施されていたことが報道されているぜ。日本とも無関係の潜水艦じゃないってことだね。この潜水艦から発射可能な巡航ミサイルは、ロシアのノバトール設計局が開発した巡航ミサイルファミリーのうちの一つで、固体ロケット燃料を使用する多段式ロケットエンジンを搭載した対地攻撃用で海面上を高度20メートル以下の超低空で飛翔して、敵のレーダー探知をかいくぐりながら管制誘導と電波式ホーミング誘導で目標を目指して、2000から2500メートルの射程距離を飛翔可能な巡航ミサイルとなっているよ。ロシア国内での正式名称は 3M54 カリブルとされ、地上攻撃用のみならず対艦、対潜水艦攻撃用のミサイルも存在するほか、発射可能なプラットフォームは陸上発射に対応するクラブ M、水上艦発射型のクラブ N、潜水艦発射型のクラブ S と多岐にわたっているんだ。なお、水上艦艇発射型は 3S14UKSK 垂直発射装置 VLS から発射されるが、潜水艦発射型のミサイルは 533mm 魚雷発射管から発射されるため、他のタイプも含めてその直径は基本的に全てが 533mm となっているぜ。黒海艦隊所属の海キロ級潜水艦は、一時は毎日のようにカリブルを発射してウクライナ南部や西部などを攻撃していたんだけど、ここ数ヶ月は比較的おとなしくしていたんだ。だけど、これにはカリブルの在庫の枯渇があると見られ、西側諸国からの制裁によってカリブルを製造する際に必要な半導体などの精密部品などを入手することができず、新規製造もままならない状況にあると言われているみたい。そこに来て、ウクライナ軍がセバストポリを様々な手段で攻撃し始めたため、今回の移動については、黒海艦隊において虎の子とも言うべき海キロ級通常動力潜水艦を温存する動きに出たのではないかとの見方があり、このことはウクライナ軍がセバストポリを直接攻撃できるほどの長射程の重砲火ロケット弾、あるいはミサイルを運用するようになったことをロシア軍が認めたことにつながるとの指摘が出ているよ。もしその指摘が事実だとするならば、黒海艦隊が保有している潜水艦以外の水上艦艇もまた、ノボロシースクに移動させる必要があるが、それらの動向については何も伝わっておらず、
あるいはもっと以前にズミイヌイ島スネーク島が、ウクライナ軍に奪還された頃には移動していたのではないかとの見方もあるな。あるいは、黒海艦隊が保有していた潜水艦発射型のカリブルを全て撃ち尽くし、本国からのミサイル補給が途絶えているため、安全な後方に移動させたのではないかと見る向きもあり、その真偽のほどは定かではないんだよね。ただいずれにしても、ロシア海軍は黒海の制海権を手中に収めるためにセバストポリ軍港が必要であり、そのために、表向きは親ロシア派の市民が多く、ロシアへの併合を望んでいるとして2014年に強引にセバストポリがあるクリミア半島を併合したんだけど、このような形でセバストポリが使用できなくなるとは思いもよらなかったに違いないんだ。また、潜水艦を待機させる前に、クリミア半島の航空基地に駐留させていた戦闘機の大半もまた、ロシア本土に移動させたとの情報もあり、このことからロシア軍はもはやクリミア半島においては、ウクライナ軍からの長距離砲撃に対応する術がないと判断しているのではないかとの見方もあるね。されるがままになるしかないってことかな。ウクライナ軍は9月22日時点で、東北部のハルキウ州をほぼ奪還し、さらに突進して東部ドンバス地方のルハンシク州内に入り一部の集落を奪還したとの情報もあるよ。このため、8月末にゼレンスキー大統領や政府高官、ウクライナ軍高官などから盛んに発信させていた南部ヘルソン州における反攻開始宣言は、ロシア軍の注意を南部に向けさせて、戦力の分散を目的とした撹乱戦術だったとの見方をする軍事専門家が多いみたい。侵攻開始当初に制圧された南部メリトポリなどでは、特殊部隊を潜入させてパルチザン活動を展開し、7月上旬にはヘルソン州奪還作戦の本格化を示唆しつつ、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによるロシア軍の弾薬庫などの兵站物資の集積施設や、補給路となるドニプロ川ドニエプル川に架かるアントニフスキー橋など3本の橋を攻撃して、戦車などの大型車両を通行不能にする破壊を進めたよね。さらに8月に入るとヘルソン州での反撃を次第に強化させてロシア軍の足止めを図るなどしたほか、クリミア半島のロシア軍拠点にも様々な攻撃を実施していたんだ。これらの作戦によってロシア軍は南部の防衛のために、東部を手薄にしてでも展開していた空挺部隊などの精鋭部隊を援軍としてクリミア半島やヘルソン州の防衛に回さざるを得なったのだが、ロシア国内での志願兵募集がはかどらず新たに東部へ送り込む部隊の編成が遅れていたっていうのが事実だな。その状況に、ポーランドやチェコから提供された200両以上の使い慣れたロシア製 T-72 戦車を中心として、西側諸国から供与された装甲兵員輸送車と組み合わせて、新規に訓練された兵で編成した機構部隊を一気に投入したのであるから、手薄になって不安がいっぱいだったロシア軍はパニックに陥り、総崩れとなったのは当然だろうね。これら一連のウクライナ軍の作戦は戦史に残る大成功とされているよね。ああ、南部での陽動作戦を称賛する軍事専門家は多いな。しかしアメリカのシンクタンクである戦争研究所は一方で、南部でのウクライナの反撃を陽動作戦に過ぎないと評価できる根拠はないと指摘していて、実際、ウクライナのレズニコフ国防相は最近になって、イギリスメディアに南部は東部より地形が複雑で防御側のロ軍に有利なため、反撃速度は遅くなると述べており、南部の奪還作戦を完遂する意思を示しているぜ。そのことからすれば、ロシア海軍がセバストポリから逃げ出しているのは正しい判断かもしれないとの見方もあるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。